全国の麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日はフォーカス M シーズン8、39回戦、40回戦の模様をお届けしてまいります。実況を務めます、桜川姫子です。どうぞよろしくお願いいたします。そして本日の解説には、藤島健次郎プロにお越しいただきました。藤島プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに長寿を合わせ、切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦となっております。それでは本日の出場選手の皆様をご紹介してまいりましょう。まずはちーちゃからこの方。C1 リーグ所属、現在2戦勝下でトータルポイントはマイナス 56.5 ポイントとなっております、斉藤剛プロ。続きまして、なんちゃ。M リーグ渋谷アベマズ所属、現在4戦勝下でトータルポイントはマイナス 87.6 ポイントとなっております。白鳥賞。続きまして、シャーチャ。第3期若獅子優勝、若獅子戦優勝、現在 C1 リーグ所属です。2戦勝下でトータルポイント86.8 ポイント、早川健太。最後にこの方、ペーチャです。2リーグ所属。現在2戦勝下でトータルポイントはマイナス 46.2 ポイント。柴田義和。以上の4人での対局となっております。38回戦までの成績表がこちらとなっております。本日は26位の柴田、31位の斉藤、41位の早川、42位の白鳥という4人での対局となっております。それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M シーズン8、39回戦トーハイの開始です。お願いします。なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。改めまして藤島さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、トーハイの方を見ていきましょう。トーン1局ドラは9万となっております。こちら親番の斉藤の手配、マンズが多めですか。まあ、まずまずですかね。まず、今両面立つできたのかなりすっきりしましたね。はい、こちらはなんちゃんの白鳥の手配。こちら早川ですね。際立って早そうな選手は、今このところに親が一番まとまっているけど、ちょっと時間はかかりそうな曲ですね。そうですね。ドラを使って手を作れたらいいですよね。カンパーマンが欲しいところ。まあ、今日は M リーガーはね、白鳥さんで、はい、それに実績上位の柴田義和さんに、はい、まあ、毎度おなじみ斉藤剛さんに、まあ、あとはね、こう今期からあの新規参戦の、若獅子早川君、うん、皆さんね、まあ、白鳥さん以外はまだ2回しか消化してないんですけど、はい、小説にね、スタートダッシュを決められなかった方が集まってますね。全員マイナスという、 そうですね、そんな感じの図式ですけどね。まあ、早川君は特にちょっと洗礼を浴びたような形になっちゃって、はい、2ダスだったのかな確か、うん、でも結構こうなんていうか重たいメンツだったんですよ。会長がいたり、そうでした、滝沢さんが、私たち2人のコンビの時でしたよね。あ、そうですよ ね、はい、そうでしたね。今日はちょっとね、ちょっとだけメンツは軽くなってるって言ったら変ですけど、なんで伸び伸び打てればなっていうとこはちょっと見ていきたいですけどね。フォーカス M にしては珍しく今日は女性プレイヤーがいなくて、そうですよね、はい、メンズの方ばかりと。今親の斉藤さん、ターツ選択ありましたけど、ドラの9万切りましたね、はい、カンパワンバライトしましたね。少し6、7、8なども見える形ではありました。さあ、柴田は自家製のペイ1枚目はスルーしております。この形チートイツもある形でしょうか。うわー、揺らめだけど、あ、裏目、え、ちょっと待って、あれ裏めったけど今度は完治ピン払い、なんかね、その狙いとしては裏目、カンパは裏めった時には 6、7、8を狙えるみたいなね、はい、のがあったから9枚打ちかなと思ったんですけど、今度はもうその形重視にしました。全体の形重視、振り点込みで全て両面っていう風にしましたね、斉藤さんね。結
構6、7、8じゃあ見ようみたいな感じ。あ、でもチーピンが1枚切れてちょうど2枚目が切れたとこですね。あ、そうっすよね。まあまあ柔軟な選択とも取れますよね、これは、うん、ちょっと違う。でもこれでもは、ターツがちょっと多くなってますね。まあでもあの形結構決まってる形ですよね、うん、イースソトパーソの部分とマンザフリテンブクミの6級ワンもしくはイースーマン、はい、って感じですよね。フリテン6級ワン帰ってきたらどこを切る方感じになりますか。そしたら9万ならウーマンだし、ローマンならパーマンだしみたいな。あ、なるほどなるほど。さあ白鳥は形良くなってきましたが、早川くんもこれでイーシャンテン、はい、まとまってきましたね皆さんね。志村さんはここでメンツ手の方ということですか、はい、ペイチ。あ、吉畑みたいなこのメンツ手なのか統一手なのかの手は結構難しいですよね。まあ毎回悩まされますよね、どのルールでもね。混合手はいわゆるこれでこれで2メンツ目ができました。どうするかな。イーソー打ちかペイはね切らないと思います。やはり速度的にもちょっと遅いからペイは。いやでもね、ローソーが来ると結構またちょっとやる気にはなるんですよね。これでドラの9万が3枚見えましたか。斉藤も解説で、ね、皆さん見ることがだいぶ増えたと思うんですけれども、麻雀を見れるのはフォーカス M だけみたいなとこありますよね。はい、そうなんですよ。だからちょっとね、あ、テンパしましたね。先手が取れましたね、はい、早川が先制リーチをかけてきました。町はイースーマン、スーマンが場に1枚切れてるだけですね。イーマンが白鳥にいない、スーマン1枚、あれ4山ですか。うん、2枚ずついる形ですか、はい、悪くないですね。いいですね。この順目で4枚は結構いいですよ。斉藤さんはなんでちょっと手狭にした。一発はありませんでした。お、イーシャンテン、くっつき、くっつきですね。はい、チーソーとスーピン、あ、ここに1万が来た。これ当たり、うわ痛いね。まあ斉藤さんね、前順現物の3万打ったけどね、これはね、何を打ち切らなかったというよりかは、まあね、ナンは2枚切れだったから、はい、チーマンをね打ちたくないっていう方が強かったように見えましたね、うん、3万打ちはね、うん、チーマンがきついから3万から打ったって感じでしたけど、はい、2万引いちゃうとね、これは折りになっていきそうですね。そうですね。お、これでシャトイーション点。本当は食い伸ばしでチーテンが取れる。じゃあ中筋のスーピアを打ってたのか、はい、ウーマン勝負だ ね、 3万がちょっと早いから比較的打ちやすいか、はい、ウーマンがここにまた来た。ここでこれウーマンを、おー、形式転廃、チーピンの形式転廃。中層は柴田さんにだけ危ない。柴田さんが本質かどうかの精査ですか。うん、なるほど。まあ自身がもう粘れる手じゃないということで、はい、より安全な馬になりましたか。白鳥も天杯取り切れました。お、でも数万積も、高めを積もった。早川積も上がりです。嬉しいね。実もピンク単野を1300、2600ですね。裏なしなりませんでした。1300、2600の積も上がり。鳥ってああいうちょっと形式転廃みたいなのをうまく取っていくイメージありますよね。まあ、今のはね、もう上がりがない、順目が深すぎて上がりがなくて、で安全にね、ほぼあと一順っていうところでしたからね、はい、ああいうのはまあまあ取った方がいいよりですよね、やっぱりね、まあ、打ち出す範囲にもよりますけど。そうですね、安全に取れるならと、はい、あと2曲となりました。白鳥の野蛮です。ドラはチーピン、ダブトン統一でしたよ。早速鳴っていきました。
プラもね、1枚あるからね、はい、早川はチュンがこいつ、こちら柴田は白馬統一でドラムは両面パーツがあります。斉藤はこの形、伸びればタイヤオでまとまりそうでしょうか。斉藤の気配、また斉藤さん下茶にねダブトンの仕掛けが入っちゃったことでちょっとね受け気味になっていきそうかな。で早川くんと、うん、柴田さんは役配がねあるから、はい、さばき行くかどうかはちょっと見てみたいですけど ね、ただスーフロメが入った、はい、カンパーマンをチーして酸素かな、酸素の方を切りましたね、うん、目いっぱいは酸素ですか、はい、柴田の手配が役なしイーシャンテンですね。どうしましょうか。これは吐く泣いていきそうですか。どうで、うん、微妙ですね。カンちゃんと両面で、あ、斉藤さんもカウピョン入ったから、はい、いいシャンテンだね、はい、これはいかんばるね。早川くんだけちょっと速度がないので、はい、ちょっと、あ、これはリーチじゃないですかね。カンリャンマンから入ればね、はい、柴田が先制リーチを入れてきました。チーテン取った、まあ仕方がなしか、はい、チーテンじゃね。おっとっとっと、うらうらだ。このチーテンを取った斉藤からパーピンが出されました。リーチをもうらうらです、ね、うらうら8000点の上がりとなりました。おも1枚のちょっと赤もない手配でしたが漫画になりましたね、うん、まあね、引いて1326ならまあね、はい、当然のリーチだとは思いますけどね。まあね、ドラがチーピンだってことでパーピンもね先に打てる範囲ではなかったっていうのもありますよね。斉藤さんの手はね、はい、下茶にねダブトンの仕掛けが入ってて、そうですね、なんか一人すごいカラフルな手配の人がいましたね。赤さん、赤さん独り占め6000、ほんといつドラはいいマンです。まあ動きやすいですね、これだけドラがあってね、うん、トーンは血泣きになりそうですね。カウンピン入ったのは親の早川、まあドラドラ、ね、早川くんもねドラドラだからこれは前出たいね、赤カウンピンから生まればね。仕掛けが効く形はないので面前段のみにはなってきそうですけど ね。白鳥さんはパーマン打ちということは面本一ですね、ゆったり、うん、本一チートスなんかを目指していくってことですね。他の形が悪すぎるってのもありますか、はい、第1だから数ピンを切ってました。お、狙い通りですね。もう両端になる、うん、斉藤さんちょっと悪い。悪いですね。お、伸びてる伸びてる。どうなんでしょうね。いい層、急層、1枚ずつ切れ、1枚切れずつで。いや、あのね、本筋はもう受け手なんで、はい、動かないと思います、これは白鳥さん。はい。チートイツ寄りで組んでって、まあ出ても、なかなそうですけどね。現状は、ああ、でもこれでちょっと動きたくはなってくるかもしれない。あ、早川君イーシャンテン、これは選択ですね。シャンポン固定にした。うーん、4枚1切れ、3枚1切れで結構難しかったですけどね。難しいですね。赤がある分なんか数万取っとくもあったかなと思ったんですけど、うーん、ね、難しいけどね。まあ一番ロスの少ない4万打ちなんかが結構有力だったけど、赤さんの柴田が欲しいトーンは山に2枚、あ、白鳥の一番左になります。あ、一番左だ、ここに1枚ありました、失礼しました。あと1枚、お、泣きましたよ、急走ポン、まあね、形がだいぶ良くなったんで、ね、でトンポンし て柴田さんもいいシャンテン、はい、赤嘘が使いたい、赤を全部使いたい。
ただね、急走ポンで明らかに想像やってる白鳥がいますからね。で想像のね受けが2つで、はい、ってなると結構上がりまでは難しいかもしれない。持ちすぎたくもないですけど、ね、持たざるを得ないというか。まあただ次あたりパーソー切るかもしれないですよ。これパーソーですか。あの急走ポン入ったんで。あ、そっか。でね、赤さんだから一泣きみたいなとこあるじゃないですか、はい、残球だとちょっと見合わない。うわ、数層絶好だね。すごい三品。三品が割とみんなに飛んでそうですか。仕掛けにだけ危ないってこともあるか。あ、でもほぼこれで安全牌にほぼ変わったね。全敗言い過ぎか、一枚切れだから。これでチートイツもあるね。チートイツにしちゃってん、斉藤さん。斉藤さん受けながら進めてきたけど、ただ想像がメンツ。まあ一応チートイツにシャンテンにはしますか、はい、ってとこですね。困っちゃいますね、あれね、うん、ドラドラ打ってく。あ、これでどうする。あ、そのまま切った。そのまま今度はね、3万がもうなくなっちゃってます。4枚切れだから今度は数万が静着ですね。いやー、チートイツイーシャンテンだけど、これは打てない。効率なのが全部ソーズです。白が1枚切れ。あの、そうですね、ちょっと受け手になりますね。うおー、スッチーソーイーソー。そうですね、スッチーソーイーソー。場にはイーソー切れてるだけ。お、ハツ打ってったね。あ、じゃあ斉藤さんはポンして粘るってこと。なるほど、スッチーソーイーソーですね。うん、早川君が打ち切ったはずは1枚切れ、自身で切ってる1枚切れでしたね、はい、うん、これムーピンポンとかできちゃうと柴田チーソー危ない。ああ、そうか。あ、でもそのまま積もった白鳥さん。そのまま積もりました。陳日2004戦の積も上がりとなります。伸びましたね。うん、またちょっと一打一打でね、だいぶ展開変わりそうな、うん、初ね、早川君が打たなければ柴田さんのところにイーソーが入って天敗がおそらく入っていたので、はい、あとの4曲となりました。ドラワトン、こちらに満足多めドラの手も1枚最高の手です。下取りの手はこちら大筒もが赤い金でした。早川の手はこちら、まずまずまとってますかね。はい、大吉もか、うん、大吉じゃなかったですね。大吉もマンズが伸びた。なんかドラも余ってるから見てるから本一にしていきそうだね。はい、いいですね。うん、早川くんが一番順調そう、うん。おお、伸びてる伸びてる、一瞬点、うん、数万切りましたね。一番目いっぱいですか。目いっぱいですか。現状はね、関連層カンパービンの一瞬点だけど、うんうん、まあ一個縦に来たりするだけで貢献になっていくんで、数万のねは結構シンプルで普通かなとは思いますね、うんうん。もうドラもう切ってきましたね、親の仕事。まあね、親で今ドラ引いたんで、もう打点が結構確保されてるってこともありますよね、はい。先日の日本シリーズでも結構攻撃的な場面も結構ありました。吉和さんですか、はい、うん、結構ね、その守備がねまずしっかりしてると攻撃力にもう生きてくるみたいなところあるんですよね、うんうん。これ白鳥さんにも言えることなんですけど、基本ベースの守備がやっぱりしっかりしてると、こう押してきた時にやっぱ強く見えるとかがやっぱありますよね、うん。そうですね。だからまあ柴田さんなんかはそういう部分のメリハリがやっぱりこう見どころな打ち手かなとは思いますよね、うんうん。これで
そう。なるほどね。両面両管の形にしたということですね。はい、これはね、キューピンをジャントに固定したような形。両ピン。両ピン二枚切れねっていうのもあるかな。ウーピンも今1枚切れたところでしたから。はい、テンパイですか。どうしますか。カンパマンリーチ君じゃないかな。よく見えるもんね。結構。ましたね、そうですね。でね、自分の皮も自配しか切ってない皮だったんで、はい、ヒントも少なめでしょっていうところもあると思いますね。あ、カニランス追っかけるんじゃない。逆にヒントがないからローソー切ってリーチいきそうだけどね。そうですね、同じような感じですよね。なるほど。情報が少ないならじゃあもうテンパイ取って勝負しましょう、はい、ってとこですよね。さあ、白鳥がカンパーマンでリーチ、それを追っかけリーチしたのが早川はカンランス。これはね、側の二人結構きついですね。ヒントが少なくて、はい、あ、困ったのはマンズ、ほとんどマンズの斉藤です。難しいね。一人筋のイーマンとか自敗のシャーとかね、いろいろありそう。まあまあパーマーも結構有力だけど、あと2万の方にしました。さあ、カンパーマン対カンニャンゾですね。斉藤さんのパーマンはね、6万のワンチャンスで結構危ない状態で、で、柴田さんのリャンソーも結構ちょっと危な面に移る。確かに。うわ、マンズ伸びてるけどどうするんだろう。無理かな。パーマンになっちゃうかもしれないな。おっと、おっと、なるほどね。4万1人現物で、イーマン通した後の今度は6万の上の壁ですよね。あ、これで無理か。急走から打てるか。リャンス危ないよ。おお、急走から打った。ただ次ですね。テンパイしちゃうと、わあ、やめた。もうドラノトーンあんま打ちたくない感じですかね。まあドラノトーン打ちたくないというか、そうですね。ドラノトーンが浮いてるからしっかり降りようっていう風になってますよね。はい、ああ、これ無理だ。これも無理。どっちも無理です。順番でどっちからか。チーマンが握れのパーマンと、自身でスースを2枚使ってるリャンスをどっちから行くか。まあパーマンからになりそう。おー、抜いてやめた。すごい、素晴らしいプレー。すごいですね。まあ2件に2つ筋は見合わないっていうところから、はい、じゃあしっかり折りましょうに変わりましたか。素晴らしいですね、これはね。もうリャンゾーも2枚ずつですか。一旦ローソー通ってる。ローソー山に2枚ずつ。あ、リャンゾーだ。ここは早川の上がりとなりました。リーチ、ドラ1、ウルトラが1枚乗りました。5200ですね。はい、5200の上がりとなります。39回戦も難入いたしました斉藤の野番です。ドラは数層。柴田さんナイスセーブでしたね。すごかったですね。親番であの形だったら結構ちょっと頑張りたくなっちゃいますけどね。そうですね、まだ結構通ってないこともあったから、はい、親番の斉藤の手が良かったですよ。あ、まあ、でも斉藤さんもナイスセーブというかナイスセーブでしたね。そうですね。瞬間一番安全そうに見えたのがパーマンだったから、はい、イーマンから押したことでね、あの安全牌を開拓できて、イーマン、スーマン、スーマンの順番になったおかげでパーマン止めることができた。ただね、まだ上がりがないんで、斉藤さんこの親番で何とかしたい。この手はね、はい、もう動いていくと思いますね。ヤクヤク赤赤の手牌ですね。この手牌だったらどっからでも動いていきたいですね。マンズのカンちゃんからでも動いていきたい、はい、なるほど。13579ですもんね、マンズ。まあパーマンだけはねちょっと赤が使い切れないから動けないけど、はい、スーマンとローマンは動くし、あ、まあまあ白から今出ましたからね。9万切りと。こうなるともう一個泣くんでしょうか、初は。いや当然泣きますよ。いや泣かない手もあるけど、ジャントなくなっちゃうから、うんうんうん、そのなんだろう、その要は
仕掛けのフェイスで圧をかける方を優先したいですよね。なるほど、うん、チーソーは泣きませんでしたね。あ、チーソーね、ドラが水槽だからって、はい、あそこの辺いいじゃないですか。残りがね、そうね、やっぱり打点はある程度確保したい。チーソー泣いちゃうと、うん、なんか5800にまとまっちゃいそうだからとかもありますね。まあ、ここは絶対必要なとこなんでってことですね。3枚目だしってことですよね。これで役赤ドラか役赤赤ドラかみたいなルートね、はい、その1万2000になるルートを残したいいシャンみたいな、はい、数層は斎藤以外の3社に1枚ずつ、あと1枚しかありません。初も6万も数層も欲しいものを全て柴田がブロックしているという、うん、そんなところで白鳥さんがいいシャンテンまで来ましたね。そして早川君もかなり形はまとまってきてる。こちら白鳥いいシャンテン、うん、どうでしょうね。泣いて単位を展開取りますかね。ありえるね。ただ乱造もちもちか、あんまり泣きたくないとは思ってるけど、もう親に仕掛けを入れられた上に、はい、でその親がラス目だってこともあるし、結構さばきも結構意味がある。自分が3番手だけど自分は親があるしね、はい、うん、とかを総合するとその形ですね。うん、アンワンチーだけはないですけど、アンワン残りのね、アンソースーピンのポンとか換算ピンの地とかはあり得る状況ですよね。はい、もう渋々ですね、これはね。これはそうなんだね。まあまあ渋々か。まあ天敗ならこのウーマンを白鳥が赤なら地、ああなるほどね。シャンポンにしますか。赤ならですね。打点が3900である程度確保されるってこともあって、はい、いやレアンソ取り行くんじゃないの。そうだね、両ピン切りでシャンポンにしそう、はい、安全度もね一応違うし。リャンゾーはここに2枚、リャンゾースーピンのシャンポンテンパイを入れたのは白鳥です。タイヤを赤ドラでテンパイを入れました。親の斎藤はスーチーソー、チーソーの方がさすがにいるね。そうですね、スーソーはないですが、チーソー2枚、スーピン1枚の戦い、はい、シャンポンには変えませんでした。変えないか。そうはションパイだけど、いった、全然進まない。でもドラさんですからね、ある程度頑張りたいですね。まあ、ラス目の親だから、はい、その仕掛けのレンジが読みづらいんですよね、うん、高いケースもあるけど安いケースも想定できる。初斎藤のジャン島、そんな中初を持ってきてどうするか。ジャン島の牌どうするかね。じゃあ初で打って何点4もあるし、うん、ね、その初とドラのシャンポンの時だけ1万2000高打点って言われる。まああとは赤含みとかはあるけど、赤ウアン切ってるわけでしょ。打ち切ったね。そのパターンだけが高打点っていう読みが多分入りましたかね、白鳥さんは。テンパイですね。お、やっぱテンパイいっはい、ドラとリャンソーのシャンポン、はい、シャンポン先輩で、まあ、これは山にはいないけど、そうですね、早川の町は山には残ってません。まあね、親の当たり牌と白鳥さんの当たり牌のシャンポン町ってことか、はい、白鳥の町も山にはない。スーピンなくなったから。そうだね、みんなでチーソーを、みんなでチーソーを掘ってる局面。あ、でもこれちょっと危ないよ、白鳥さん。あ、これスッチーソーにするか。リャンソー補充だ。あ、ね、本当だ。ここは白鳥がリャンゾーを切って早が上がりました。リーチ、ドラドラ、赤、裏ドラが1枚乗りました。8000点の上がりとなります。うーん、まあ、白鳥さんの目からはワンチャンスでしたか、はい、ションパイといえどね、自身がね、この一応手が割って
1枚ぐらいいきますか、うん、で親には筋だから親にはかなり通る回だったかってことで打ち出されましたね、はい、こういうパターンがあるんだな、ね、やっぱりね。そんな2曲となりました。ドラワスマン白鳥のみ夜番となっております。川君これは嬉しい漫画になったね。そうですね、これフォーカス M デビューしてのありますか、なんかね前回いやまあラスラスだったから、うんうん、確かそのデビュー戦がね上がりは結構通ってたけどなんか安かったんですよ全部ね、確かね。白鳥白統一でこの形統一が4組ですね。漫画初めて上がったんじゃないの早川君もしかしたら。そうかもしれないです。1326と52だったからね、それともなんとかチャックアップは見たいですね。まあ親落ちちゃったんでね、はい、やるあの今度考えることはもちろんチャックアップで、今白鳥さんが落ちてきたんでとりあえずラス抜けが、まあ、最低目標みたいになりますかね、うん、白鳥さんのこのシャツが可愛すぎて、うん、さっきちょっと気に入っちゃいましたけども、僕はちょっとあの微妙だねって言ってきました。そうなんですか。まあたまに着るんですよこれ白鳥さんね、お気に入りのシャツなんで。お気に入りってでも本人が何か言ってたんですけど、これはあの柄とかがお気に入りじゃなくてとてもなんか麻雀が打ちやすいシャツらしいです。着心地的なこと、そう着心地的なことで結構気に入ってるって言ってましたね白鳥さんは。白一抜きになりましたか。そうですね、1枚目から通していきました。まあ打点はないですけど形の良さで1回しっかり上がろうっていう仕掛けですね、うん、吉和さんはドラドラ、難しい何から切るか。チーソーがね今2枚切れになったところで結構感じそうに立つに魅力がないっていうのはありましたけど、ドラドラは固定した、固定しましたね。赤ドラですね斉藤。ただねこれは斉藤さんにとっても白鳥さんが親で動くと結構きつくて、白鳥さんに上がられるとまたラス抜けのターゲットが遠くなっちゃうから、はい、絞るのか攻めるのかが結構難しい葛藤がある、はい、そういう局面になってますね斉藤さんにとっては。受けながらを選択してますね今のところ。ただ白鳥が欲しい、いい数層がちょっと薄いですね。いい層がない、数層もない。あでも先にねテンパ入れてしまえばね余ってる人が複数いるので、はい、そうですね斉藤のいい層が余ってますね柴田のいい層も余りそうだし、これ早川君もね単野に移行できなくなっちゃったりしたから結構この状況で有利な状況になりましたよ。いい裾が山にいないけど、さあ親の白鳥に天杯が入っております。町はいい裾、ちょっと手が止まってて、あもうやめたってこと。うん、これは何か安牌の何ぐらいまだ消費してもよかったかもしれないけどね、あとあと手詰まるのが嫌だってことでしょうね。まあ、リャンウーマンの筋はもう切りたくないっていう感じですか。もうあるし、まあまあちょっともう親がほぼテンパったんで親の仕掛けに対してもむ筋は打つつもりないですよっていう、うん、そういう中抜きのウピンですけど。まあね後から通るケースとかに備えてちょっと頑張ってほしい手ではありましたけどね、はい、うん、斉藤もちょっとここは手から3層切ってきましたね、まあ、最終手出し3層に対するいい数層待ちなんで、まあ、ちょっとごちゃごちゃしといた方が読み間違えてくれる可能性がね増えるんで、こういう牌はまあまあ手出ししといた方が良さそうですね。これの効果は、まあ、もちろんね、イースーソーの場合でもこうなるんだけど、あの愚形からなんか変わったようにも見えるっちゃ見えるんですよね。そのドラドラの柴田が考えてます。
何どう見えるかって、まあなんか関連層からイーソーと何かのシャンポンに変えたとかね、イーソーになったと、うん、いうことだけど、イーソーが打ち出された、まあまあイーソーはね、はい、自分がドラドラだから上がるためには全くいらない範囲なんで、うんそうですね、今の酸素の手出しで逆にもしかしたらってことで打ち抜きましたかね、うん、はい、親の4月が上がりました。1500点リンちゃんとなります。とにかく1本はドラは2万です。いろいろあるもんな、だからね、看護層に変えたとかもあるし、ただのスライドのパターンも手出しするしたことが効果を生んだ、若干ね、なんか何かがぼやけたというところあるんじゃないですか。なるほど、スライドには見えないんだけど、そういう可能性をちょっとだけ見たとかね、うんうん、まあまあ打つなら今かっていう感じでイーソーを打ったってことって言ったと思うんですね。なるほど、まあ、自身がねドラドラだったし、はい、あの柴田さんも自分がドラドラだから、白鳥さんのもともとその打点がそんなにあると思ってなかったんですよね。だからじゃあ前出ときますか、結構危ないけどみたいな感じですかね、うん、なるほど。さあ柴田はこの形、統一が3組になりました。ちょっと悪い。さあ斉藤はドラドラですが、うん、なんとかしたいね、そろそろね。白鳥がこのまま連チャンをすると斉藤もきつくなる。じゃあ白鳥さんまた打点が全然ない。ないですね。同じように発一泣き発進するかもしれないけど、早川がチュン統一ですね。打点はないが、さばきたいからね。ただまだちょっと動きやすい形とは言えないけど、どうするかな。これチュン出そうだけど。そうですね。出ましたよ。やっぱどうする。動かない。動かない。まあちょっとね、まだ動きづらいよね。めっちゃ残ってたり、まあブロックも足りてない。これでちょっと、これはもう動けるね、うん、ペンチービーネック埋まってくれたらオンしてくっつきとかにはするんじゃないかな。柴田の手があまり良くないから次のチューンがまだ時間かかるかなっていう感じがしますね。あ、それはあるね、確かに。ちょっと国士とかも見てそう。国士もあるもん ね、 ね、この、あ、でもこれでもう後継できた。これチューン泣かなくても面前でなんとかなっちゃうかも。うん、白鳥さん4統一0メンツ、うん、あ、ローピンだって、難しかった。ローピン切り、とにかくピン図が高くなっていきそうなので、とりあえず先に外してみた、うんうんうん、柴田はトン切ってますね国士ってわけでもないんですね。うん、そうでした、うん、さっきちょっとその順目はちょっとあれでした、あのスイッチングされなかったんで拾えなかったんですけど、何やってるかちょっと分かんない川にしてる、うん、川で勝負してるとこはちょっとあるかもしれない。ドラ切ってきましたよ斉藤さん。斉藤さんいいシャンテンで目いっぱいチートイツ1本にしたつもりだったけど、チーソがアンコって選択、チーソアンコるとちょっと話違うね。トイトイとか見たい、はい、9枚ちぎれ、だ今切れたパーピンから、お、6チッパになってきましたよ。6チッパもあるね。3ピンにしたか、6チッパもしくはリーノミみたいな感じですかね。だからね、今のところは結構難しいから、まあ肝心なローソーが3枚切れでしたね、早角の手。あ、いった、はい、斉藤からリーチが入りました。3層リーチにした、3層ですね。千山、うん、あ、1枚切れてますね。シャアが1枚切れ、うん、イースはションパイだった。結構難しい選択でしたけど、ペン3層よしという判断ですね。リアン層が自身の目から3枚見えることで3層結構持ってなさそうの、うん、周りがっていう判断でしたけど、狙い通り1枚切れの3層は全山です。はい、3山ですね。1枚切れ、あ、まあまあ残り全山ってことですね。はい、ごめんなさい。さあ斉藤上がりたいですね、うん、上がると2着とかもまだ
あるね。ありますよね。いや早川が降りた。筋のパーマンから辞めるんだ。まあ変則手に見えたってことかもしれないね。なるほど。島さんはしっかり降りていきたいて。ユムスの9万、はい、ただ9万に声が出かかった、ね、じゃあ9万ポンなら、はい、一筋勝負で済むスッチーマンをとね。これドラ先打ちのスッチーマン結構ないでしょって話ですね、これは。うわ完全にやめた、うん、慎重です ね、 あね、そういうことではないいやもう慎重にやめてますね早川はね、うん、そのパーマ筋のパーマンぐらい打ちそうな手だったけど白鳥はイーピンと急走トリオ派ですか。でイースマも通ってスーマンがかなり打ちやすくなった、うんうん、あ三走三層が9万ポンで流れました。あまだいるからね。まだあと2枚。お、テンパったよ。うまい。怖い怖い。テンパりました。初トイトイ。初トイトイ。積もれば4000オール。出上がりは8、12、うん、出上がりは7700までだけど。はい。急走イーピン1枚切れのパーソー、まあ、打ち抜くんじゃないでしょうか。筋だしね。うわ3層また吸収された。すごい。あと1枚になった3層が。あでも急走ここに来た。イーピンが1枚だ。イーピン1枚対3層1枚、1枚対決。おあ3層か。あれね、全部いっちゃった。全部いった。あれポンですもんね。すごいね、これね。3回積もってるってことですもんね。3回積もってる。まあまあそうそうね。いや、全部。そういう言い方もあるけど。全部ポンで流れていってしまいました。となると、あとは E ピンの行き先ですか？そうですね。今に1枚ある E ピンを。グル争い、まあ、白鳥さんもこれは降りないでしょうからね、親番だし。いやこんな 3枚山にいて3枚同じとこに行くってすごいですね。しかも自分でね、早川が切ってた3層だからね、はい、詰まってるのかな。詰まってますね。地は白鳥さんに切りづらい。ピンズは全部無筋。あれ急走大丈夫かな。ワンチャンスの筋、うーん結構2枚持ってるから急走危ないね。うわ急走になった。ここは白鳥の上がりとなりました。初トイトイ7700、8000点の上がりとなります。まあ、敵をどこと見るかでしたけどね。親が敵と思えば親の現物であるねパーピンとか打つ手もありましたけどね。うん、山にない牌で上がりを決めてますね。あ、それぞれさんね、さっき山にない牌で補充のに回っちゃったことでした。 あでもいい寸法もなかったから。ああそうかそうかそうか。あこうなるとツイートは最強。まあ、うまく切り替えましたよね、はい、白鳥さんは。なんかその感知ピンの多発払いのあたりからこう統一手に照準を絞ったような、うん、うまい77でしたよね、うん、今のね。早川も降りちゃうんだって思ったけど、そのまま結構まっすぐ頑張ってるとパーマンとか切ってなんか追いついちゃうと3層止まんなかった可能性もありますよね。うん、そうでしたね。うん、まあ、だから1枚切れのチューンが結構期待できない場面になったっていうのが早川くんが降りた理由だと思いますね、うん、あとはそのターツの部分、6級層ターツがもう弱くなっちゃった。ロー層がね3枚切れたっていうの、はい、まあ、急層はねしょんぱいだったんですけど、その辺の兼ね合いで多分1回も
打たない、あとラス目のリーチで自分がトップ目だから任せましたよっていう意味合いも強い、うん、自分が中途半端にね行って周りに動かれるって、そのラス目のリーチを邪魔するのも嫌だったとかいうのもあると思いますね、うん、だから、まあ、だからパーマンが危ないって思ってというよりかは、そうお任せする局面にしたっていうのが強かったと思います。その早川がドラを重ねましたよ。ドラドラ形も十分。斉藤は龍が統一ですが打点がちょっと見えない。親番の白鳥は赤ウピ一枚、まだメンツがないけど、そうですね。あれ、あ、ドラアンコだって、これはもうラメンラメン固定した。お、これに黙ってないのは柴田です。チューンの後付けですか。そうそう、から動いた、まあ、ちょっとね、あの今の打ち込みはちょっと本人的には嫌な補充だったと思うんで、はい、とりあえず動いてみて、牽制も込みですよね、うんうん、これはね。こういうところもね、あの柴田さんの持ち味ですよね。そうなんですよね。あの自分がちょっと微妙なプレーの後にアクションを起こすことで、その周りをね気分よく打たせないとかもあるし、あ、でもテンポが入った、これは6速リーの一手ですね。はい、老朽層で早川がリーチをかけていきます。リーチ、トロアサンですね。急層2枚切れで老層が2枚使われている4山。白鳥もさっきね嬉しいチップイン入ったんですが、ちょっとまだ時間かかりますか。そうね、ここ先手トップ目のリーチだからね、はい、普通は打点よりも待ちの良さで読むべきなんですよね、うんうんうん、今回は両方あるんですけど、その愚形ってことがほぼないこの場面、はい、そうですね、だからかなり待ちは良さそうって思うのが普通で、まあ、両面から読んでいく場面ですよねこれは、うんうん、比較的そのまあ、中ちゃん牌が結構切れた後に自敗を宣言牌にしてる、うん、安牌風な自敗を宣言牌にしてるってことで形が決まってることが予測されますよね、はい、そうすると白鳥さんの手なんかは押し返しするときにちょっとこう見合わないってなっていきそう、うん、うん、選択か、まあ、まだ難しいのパーピンから9ピンも取ってましたけどね。これで安牌がだんだん増えてきたら押し返しもあるかもしれない、うん、そうですね、その 全突破で押し返すっていう感じにはならない、はい、そうですね、そういう局だと思います。そう、この急走は白鳥使える、ちょいシャンテン、はい、は筋のチリピンを切っていった。うーん、うーんですね、一応でも7、8、9か、まあ、マンズのね真ん中か総図の上っていう風に読むんですよねこれはね。でスッチーマン、ウッパーマンどっちか危ないけどってなって、まあ7、8、9のイシャンテンだからこうしておいて、あ、でもローソン引いた、早川が積もりました。いっぱい勝負まで持ち込みましたけどね、はい、白鳥さんもね、そうですね、リーチツモドラさん2000、4000は2100、2200、4200、これは嬉しいね、嬉しいですね、だいぶ初トップが見えてきましたか。見えてきましたね、これ早川くんも、あのおしゃれですね。そうです、意識高い系ジャンスですね。そうですね、おしゃれな、なんかネクタイですね。あと襟足が水色ですね。キキララみたいな。キキララみたいな。キキララみたいな髪型じゃないですか。キキララみたいな髪型。それはもう結構なパワーワードだよ。キキララ知ってるかなみんな。あ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。そういう話になるの？そうそうごめんなさい。さあ、ラン3局となりました。上がった早川の親番です。ドラはリャンゾー。
めちゃくちゃいいですね。うん、山だから目いっぱい行っていいと思いますね。はい、そのリーチを目指して。だからこれをね、あのポンテンの日給とか取ってほしくないですけどね、うん、このこの局面で。そうですね。うん、リーチであの終わってほしいかなと思います。あとにも悪くない。何が欲しいですかね。両ピン、三ピンとか重なっ、いや、それどうかな。え、誰？早川の手ですよ。なんか白ジャン刀でリーチそのまま、あ、そこれどうします？ペイコーメができたか、まあ、目いっぱいドライチあるから、親番でドライチはね、さすがに後継の2射手になったら、そんな、なんだろう、白白打って、うん、なんか無理やり単品系に持ってかなくてもとは思います。そこまでの形じゃないって感じですよね。なるほど。それをやるときはさらになんか3色とか見えるような、うん、そういうときかなって印象ですね。なるほど。うん、あ、これはね、タイヤをがつくんで、これは白白ちょっとありますけど、白はね1枚 もちろん吹かしてはいるんですけど、はい、まあ、こうしとくとやっぱり一番手広いは手広いですよね。次の白どうしますか。こうなると泣く、こうなると泣くあるか、はい、まあ、分かんない、別に泣くほどではないと思うけど、うんうんうん、こうしたら泣くのが普通。あ、でも白鳥さん来るよ、これ。イーシャンテン、めちゃくちゃ形がいい、うん、単品のイーシャンテン赤もある。さあ、斉藤さんだけまだ上がりがないけど、数アンコを目指します。シートイツ現実的とか、なんかもうリャンマンが握れとかがありましたね。これはね、これは数アンコ無理でした。さあ、斉藤急走も今ね、1枚切れだったし、ドラ切ってた、握れになったとこでした。ドラ切った、まあまあこうしたら目いっぱい形重視していきますかね。うん、目いっぱい3万だと思いますけど、あ、6万先打ちするんだ。うん、矢の現物の3万持ってるって、あの3万の安全度がまずありますよね。はい、矢のただ現物と数万早い人がいてっていうことで、まあ、でもそんな大差なかったかな、6、9万との安全度に。まあ、両方とりあえず置くってことか。1枚でチュンの方持ちましたね。うん、白鳥さんも2着目になったっていうのが大きいかな。これあの面単品までつけないと、その打点がね、はい、面単品つも赤浦みたいな、赤浦とか重赤とかを狙いたい、うん、あ、リーチまで行けたね。はい、行きましたね。親の早川がリーチを打っていきました。マッチは数チーマン、シートイツイシャンテンになった。三枚山ですか。それはね、押せるね。はい、柴田もいいシャンテンですね。うん、まあ、柴田さん親があるけど、今法順回っちゃったからね、はい、この一個前か。難しい、押し返し辛い。もう一発打つとね、こうちょっとラストが見えてきちゃうから。うわ、これはリーチ。これ同じ町ですね。同じ町。いや、これやめてかリーチかですか。まあまあ、数ピンはだってね、ドラとか先切ってんのに宣言牌3ピンだから、因数ピンはね相当打ちづらい。入り目か当たり入っていう、はい、だけど自分の手がもう見合うからね、今度はね、赤赤のピーフで、スッチマンも白鳥さんよく見えてるはずなんで、リーチするかどうか。いや、スーピン打つか打たないかだと思う。打つならリーチだと思いますけど、そこ打つか打たないかを考えてそうですね。これでもね、相当危ないのは間違いないです。だからただのね、その危なさじゃないんですよ。2ピンが落ちてるとはいえ、3ピンが宣言牌、その前に、ね、ドラとかつもぎってるわけですよ。だから3ピンが関連牌である可能性が非常に高い。で、川状況からね、まあ、もちろん因数ピンのそば点あるんですけど、関数ピンから闇点しててスッチピンに手があったとかもあるんだけど、それでも行きましたね。はい、うん、やっぱり相当危ないと思ってたところですね。まあでも打つならリーチってことでしょう。実際入り目でしたね、はい、入りピンが入り目でした。さあ、同じ町スーチーマンでのリーチ対決となりました。さあ、
ちょっとで行きたかった柴田ですが、この流派は一枚入れですか、うん、まあ、入り目であることもあるし、まあ、インスピがね場に結構見えてるから当たり入り入り目っていう可能性も結構低いかなとか、そんなことも考えてたような気がしますね、白鳥さんはね、うん、なるほど、いろいろある、そのね、観浪品に間違えたとかもあるし、いろいろあるんですけどね、こういう川の産品っていうのは、うん、あんこから切りましたみたいな時もあるしね、はい、うん、実際あんこから切りました、ね、あ、まあまあたまあ、これはねたまたまあんこだったけど、その入り目がイースピンのパターンとしての産品でしたけど、はい、まあ、ポイントはこれはあれですね、だからトップ目の早川君がドラの連想をつもぎったことがこう読み材料としてはこう生きてくる情報ですよね、だから産品が手配に絶対に関連してるっていうことですよね、しかもリーチ来たから後継はほぼ間違いないでしょっていうところ、まあまあ後継か打点が、じゃあどうする、握れのドラにするか赤嘘狙いで一切れの嘘にするか、うーん、白鳥さんには両方通ってない、ただ今パーソーが通ったから、うん、打つなら一筋っていうのもあるしね、実際ドラはにできれば一枚山にいる、赤嘘はいない、ドラは、あーでもやめだ、あーやめた、実際に白鳥がつも上がりました、面単品つも赤赤3600のつも上がりとなりました、これで結構並びになったね、オーラスが実践、やっぱトップ持ち帰れるのか、さあ何4局オーラスとなりました、ちょっとかの親番です。ドラは嘘。まあ斉藤さんも苦渋の選択でしたか。おっと。おチュンチュンついに入った。ドラは嘘ですよ。あれなんだこりゃ。なんだこりゃ。天杯。天杯。読み天。ああまあね、白鳥さんはトップまでもうあの5200点差なんで、64の闇天でトップになれるってことで、はい、これはダブリーの。必要性がなかったところですね、はい、そうですね、その上がりやすい町に今後変えられるっていうことでダブリせずになりましたね、これももう9万変えますよね、いや9万もう危ない、早川くん自身の9万がもう結構危ない、結構危ない、いや斉藤さんね、これ仕掛けてラス抜けは狙っていきたいけど ね、前局とかもよく我慢したもんね、リアウス打たずにね、しかも白鳥さんの入り目だったんですよね、あれ ね、だからよく我慢したの、あもう危ない危ない危ない、これはもう相当危ない、まあ、酸素から打つ手もあるけど、あーパーマン9万になる、まあ、ここで白鳥さんが自敗とかの間違いじゃなければもう終了の局になりますね、終了になってしまう、なんだ、いやーダメだアウト、もう9万が発射台ですね、これはあ、ついた、もうこれは早川から9万が打ち出されました、白鳥の上がりとなります、まあお見事でしたね、6400点の上がりとなりまして、うん、この上がりで白鳥がトップとなりました、はい、39回戦が終了いたしました、トップから白鳥、2着に早川、3着に柴田、4着に斉藤という並びで39回戦が終了いたしました。続きまして40回戦となります。